向こう側からこう撮るの、あ、向こう側からこう撮る、こっち側なんか逆光やから、撮れてるんですか、撮れてる、大丈夫、こっち側、あ、こっち側多分入らんでしょ、顔、あ、入らん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 ってないす、こっちの方が、やっぱこっちが遠い方がいい、やっぱってな、向こう側から撮る自分も入るな、そうよね、本当だ、向こうからこの辺で撮らないけど、流れが出たのって俺飛び上げる、あ、リアクションが取れて、もう曲が終わってしまう、ちょっとあのね、あれが譜面だ、いや譜面だって、あ、ま、パイプ椅子がありますよ、うん、ちょっと後よ、もう終わりそうや、長いねこれ、長いねって何ですか、同じこと言わないでください、ライロの中包む時、恋は成就する、恋は成就いたしましたか、成就、アジなんか僕の方全然向いてなくないですか、カメラ、いや、大丈夫大丈夫、僕は大丈夫大丈夫、寂しいことになりませんか、はい、皆さんこんにちは、こんにちは、ミルクエイドクラブ、はい、今日は5回目、5回目タンパチさんお久しぶりじゃないですか、いや先週休んだだけじゃないですか、ちょっとびっくりしましたよ、タツコさんがちょっとびっくりしましたね、口もタツコさんちょっとびっくりしました ね、いやありがとうございます、おかげで、はい、あのちょ1週間寝込んじゃいましてね、1週間、はい、風邪と疲労とですね、はい、であと諸々で、諸々って何ですか女の子が話してくれなかったそう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 寝っぱなしですね、そう1週間は布団の中入ってました、1週間布団の中入ってました、うん、いいですよいいですね、うん、寝られるもんですね寝られるもんですねって何ですか、深いですね、深いでしょ、出させてくれなかったんですか布団から、そうそうそう、あ、うん、そうそうそう、バイトに遅れたらよく言われてましたね、そうですか、え、大将とかに、うん、女の子は話してくれなかったんかっつって、話してくれなかったの、話してくれないというよくありますね、 うちのスタッフでもあります、そうですか、はい、ちょっと寂しいございます、その話じゃなくて、その話じゃないです、そうです、話してくれなかった、話してくれなかった、はい、でもすぐ最近はすぐ話してくるでしょ、え、もういいとか言われて、もういい、これは牛にかけてですか、もういいとか、今日絶好調ですね、いえとんでもございません、どうしたんですか、いえいえ、久しぶりに聞いて、まだ熱があるかもしれませんああ、どんな風邪なん、いや最近インフルエンザができてますけど、それは牛インフルエンザ、牛インフルエンザまだないですね、鳥、馬、豚、来たかな、そうです、馬、まだ牛はないです、馬があったんですか、馬っていうのもありましたね、そうですか、はあ、今日、はい、今日はまあ先週、はい、先々週にそのビデオ、はい、デジカメでビデオ、はい、動画を撮って、はい、でネットに上げたんですが、上げたんですが、見ていただきましたで、私携帯でちょっと見られなかったんで、多分パソコンだと見られるんでしょうね、あ、パソコンだったらバッチリ、なんと YouTube に上げてますからね、そうですね、だったら簡単にパンパン、全世界から見られますよ、全世界から、はい、こんなおぞましい映像が、はい、大丈夫ですから、ね、だから外国の友達がいれば行ってもらえば、行ってもらう日本でも見えますからね大丈夫です ね日本語で流れてますからね、ま、日本語で流れてます、で2人仲良く、はい、座隣同士に座って、ありがとうございます、普通だったら対面、対面で、ラジオ番組やってるんですけど、三木さんの数さんからはね、三木さんの数さんは付き合ってるのかって言われたんでね、はい、付き合ってはいますね、ま、えさっきと話が違うんです、もう体だけっていう話だったじゃないですか、いやまだまだですかね、まだですか、ね、はい、心はまだっていう、心は全然つながってません、ね、付き合ってるって言ったじゃないですか、付き合ってますよ、いや手でしてください、指でこうやって手でおいって押して付き合ってるという、付き合って、はい、ツンツンってツンツンということで、はい、肩を抱いてくださいっていうことで、あの付き合ってます、今テレビではないから、ラジオなんで見えませんけど、そうです、いずれまたネットに上がると思います、今ちょっとチュッてしました、はいはい、ということでミュージックエイドクラブ今日も楽しくですねこんな番組だったから、牛同士で頑張ってみたいと思います、何ですかこの反り立ってるの、あのやらしいです、ラジオの方には見えないんですけども、はい、またネットで見ていただければなと思うんですけど、説明しない方がいいですか、あえて説明しない方がいい、黒くってなんか光ってますね、はい、これ今日はあの牛になってます、太いっすね、私も、はい、
失ってます。言ったら僕はせっかく想像にかきたてられるように一生懸命説明してたの、はい、まあ、これはええ、ネットを見ていただくための一つの手段として、はいはい、ラジオでは見えないけど、見えないけれどネットで、失になってる、失になってる我々の姿を、我々、僕も失ってないですって。あなたはもともと失じゃないですか。そのまま牛で、そのまま牛コンビです。はい、牛コンビです。はい、提供サウンドプロ、スタジオロックアイランド、ワイズヘア、富士電、ソフトハウス、夢工房、ミュージックカフェ、デュオの提供で今日も楽しくお送りいたします。やっていきましょうね。はい、何をしよう。いや、編集するときにちょっと面白い顔があるかなと思って。またトタさんが食べられるよ。近くてないとダメなのか。タッパチさんを食べる。もうすぐだ、すぐだ。あ、ちょっと、ダメ。難しい。もう見ながらじゃなくてできませんね。うん、このマイクは邪魔かもしれない。あー、10秒前です。はい、あげます。ちょっと中の CD のコメントください。いいね。いいですね。こういう効果だとね、はい、なんかだずっと思い出に残って効果やきめん、うん、あれダメだよ、もうそういう単純なシャレは。さっき単純なシャレだったじゃないですか。はい、まあ、お世話になっている方々へというお手紙がついてるんですけど、宮山さんのね、宮山さんがね、はい、この度私のふるさとへ移動高橋さんも一緒にやるんじゃないですか。少子は名前モーモー、はい、モー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 バンド、モーモーバンド、牛隊なんか面白くない、ね、いいですか、なんかないですかね。モーモー音楽隊、モーモー音楽隊で、はいはい、よろしくお願いします。牛の歌でも作って、で披露したらと思います。牛の歌もしか言わないじゃないですか。だからモーで歌うんですよ。モー、それモーから、それモーから始まるからいいんです。それはもう、あとは終わりだねってつくじゃないですか。終わり、でもない。そこで終わるんですよ。終わらないです。もう、もう、それが低音曲。もう、終わりだね。はい、終わりました。それだけで、いや、なんかちょっとね、一緒にジョイントしてできるものをいろいろと探してあれば、ね、探して皆さんもぜひ、はい、はい、こんな歌を歌わせてみたいなっていう、ちょっとね、うん、エッチな歌とかでも待ってますよ。いらない。いらないです。懐かしい感じのやつを、アドラクになんかね、演歌系な歌謡曲を歌わせてみたいなと思って、うん、僕カラオケに行くと、あの堀内孝雄さんとか時々、まあ、堀内孝雄さんはまあ僕系からの、まあ、歌謡曲、なんか本当の歌謡曲とかね、小岩隆さんとかさ、なんか演歌系の歌謡曲を、いいですね、なんかあのアドラクに歌ってもらうと、津軽ジョンガラ、ジョンガラ星、うん、すごい昔ですよね。いいかもしれません。ああいう歌を、そうですね、うん、時々あのサブちゃんはあのここでモノマネをするんですけど、ちゃんと歌はやったことがなくてですね、うん、ああいうド演歌系は似合わないかもしれませんけど、ちょっと歌謡曲っぽい演歌、歌謡曲っぽい演歌、なんか、うん、あとはあの吉幾三さんとか、はあ、はい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 、なんかああいう感じの演歌系を、今度一曲作ろうかね。おお、もう中谷青空、ちょっと歌謡曲終わりだね。牛に関しての歌謡曲、はい、いいですね、うん、青空牧場なんか聞いたことありますよ。キャラメルとか作りませんか、それ、うん、青空牧場、うちはキャラメル、生キャラメルあのレハンのうちで食べてもらって、店で食べてもらってるんですけど、結構評判良くて、はい、名前ネーミングどうしようかなと思って、まあデュオキャラかなと思ってたんですけど、デュオキャラ、あ、青空キャラメルも面白いかなと思って、はい、で、あなたの写真があったんで、それをあの写真貼り付けて一つのポスターなんであの気持ちが悪い写真にするんですか。青空おすすめのキャラメルって出したら誰も売れないんですね、やっぱり。あの写真はよろしくない、よくないって向こうでも言ってるじゃないですか。あの僕もあんな写真自分のアルバムにないぐらいにやる気のない感じの、うん、しかも今よりヒゲが中途半端な感じで、そうそうそう、怪しいですよね。これはまあね、ええ、まあいいから
そういうそのね、はい、話題性があって火がもっと光の当たった写真とかにぜひ曲のね、ええ、生演奏のリクエストもぜひください。待って、牛が動いてます、ここ、ここで、はい、映ってるから、牛、牛、ええ、向こう、ミキさんも牛になって牛だらけ、はい、うん、最後の動画閉めてください。牛、え、牛さん閉めてください、閉めてください、ええ、牛、牛ごめんなさい、どうしようもなくてあまりアドリブ聞かないです。ダメですね、はい、ということで後ろめたい、来週まで皆さん、はい、さよならですよ、はい、せーの、さよなら。